ただいま7月6日の10時半になりましたけども朝の予想に反して1時間足急上昇してましたねいややられましたあと4時間を見ても上昇ですしあのデイリーを見ても上昇ですしねで今朝の相場解説ではウリクリーが週足が上昇に向かっているってことは分かったんですけどもそれ以下は全部で下の方に行くと思ってたんですけども上位の時間軸が全部持っていったって感じですね いやいや、ちょっとこう、相場解説で、これほどまでにね、3、4時間でこれまで差が出るとはね、うん、ちょっと今回は反省ですね。ちょっと改めてまた、売りで取れる時を目指していこうかと思います。一旦今日は終わりです。